私は2016年、フルトレーダーの世界チャンピオン、半間岩尾先生です。今回はね、日経225ですね。で、私のインジケーターは私しか使えませんけれども、簡単に稼げるインジケーターを用意したので発表してみます。このシグナル通りだけですね、ちょっと遅れるんですけれども、この辺から出たりするんですよね。この辺とかね、かなりちょっと遅れますけど、流れに正確にね、シグナルが出て、こっから出て、ここら辺から打てまして、ここまで稼げるんですね。で、今日は土曜日なんで、ここで見ても、このシグナルからここまで勝てる。このシグナルがここから出てこうなんで、このぐらい負けてますね。で、これはここなんで、ちょっと稼いでるって感じ。うまいよね。ここまでですね。ここは出てこう負けてますけど、この下からここまで、こっから、ここら辺ぐらいまでね、勝ってるわけですね。ということで、これ、七間足なんですけど、七間足の、インジケーターですね。で、シグナル数が少ないのね、表示させて。が有利になります。で、上がり下がりが少ないやつね。滑らかに変動するのに向いてます。で、時間足もいろいろあるんですけど、4時間足だと、こんな具合で、ちょっと滑らかじゃないですね。1時間。冷やしでは、こんな感じですね。こういうの、滑らかじゃないんで、ガチャガチャばっかりいってるんで、儲かんないですね。で、30分足。30分足では儲かってますね。ここからここまで、ここからここまで、ここからここまで、ここは損してますけどね。はい、ここからここまでが得してる。ここも損してると。しかし総合的には、だいたいこれ4ヶ月間ぐらいね、これですね。プラスになってる。非常に、必ず、買いか売りをするわけでございます。で、15分足もね、結構いいんですが、ね、うん、まあ、15分足だと、ちょっとだけ稼いでるかなという感じですかね。15分足だと、この表示されてるのが1800ラインぐらいだから。距離15ね。で、割るごとの60。で、割るごとの20。1ヶ月で、こういう数字ですね。ここ勝ってるけど、ここ負けてる。ここはちょっと勝ってる。ここ負けてる。ここは、タイぐらい。ここ負けてる。ここ負けてる。ここは勝ってる。ここは負けてて、こう。ここもタイぐらい。ここからここまではちょっと勝ってるぐらい。ここ勝ってる。ちょっと勝ってるぐらいだね、これね。1ヶ月で投資した場合、
この総計のね利益は目安ではちょっと買ってくれ。あのこれは出てもねここら辺なんですよ、注意して。ペプツは関係ないんだけど、病気なんて買うんですけど、流れつかむもんだからここら辺で出てきます。これもこれでここら辺で出てくるんで、これはシグナル出ても入んないと思うね。次のシグナルが出るんで、出てもすぐ出ちゃうって感じね。ここはちょっとだいぶ難しい。まあ状況といっては30分足か。30分足だと2倍だから2ヶ月分ぐらいですかね、これね。どんぐらいかな。これで1800ね、1800ラインだから、これはここら辺で出るんですね。で、ここら辺でだからタイぐらいですね。で、こっからここまで買ってもいいの。ここはここら辺出てこうですから、まあタイぐらいですね。これは出てこうなんで、ちょっと儲かってるぐらいですね。ここはタイぐらいですね。で、こうですね。どうすんのかな ?30 分で行くのかな。終わったでしょ。冷やしだとこれだけで4ヶ月の勝負なんですね。非常に4ヶ月ぐらいですね。これで投資してってどうかということですね。こんな具合ですね。これ資金1000円しかないんですね。1300円しか。落としちゃってますね。8万ぐらいあったんで。で、これでね、1000円で試験投資しようと思ってる。で、0.1 ロットぐらいですかね。今年の試験、ね。まあ、こんな感じですね。これで投資してって、もう資金が1000円以上増えるかって。ね。そんな感じです。